トレイルランナー柴ちゃんのお肌すべすべ若返り大作戦。トレラン始めて大体2年になるんですけど、お肌のこの乾燥具合とシミとかくすみとかシワが増えてきた気がしてて、で今は男性もスキンケアがね、当たり前の時代になりつつあります。ランナーさんだからこそこう一緒にね、美意識を高めていければと思います。美しくありたいというわけで、今回はケアの前の現状と経過についてお伝えします。スキンケア開始前、全体こんな感じ、この辺にね、目尻の辺にシワとか、あとこの辺にちょっとくすみかながあるんですよね。これトレランのせいなのか年取ったせいなのかわかんないですけど、ちょっとシワがね増えた気がする。あとね、有酸素で疲れたりとか、ちょっとね力んだりガーって頑張ったりするとやっぱねシワもよるし、ほうれい線も出てくるんですね。これが最初の記録になります。美しくなれるかしら。チャンネル登録よろぴよ。本気のスキンケア7日目。どう、ちょっと綺麗になってきた。毎朝起きてね、自分のねお顔を触るのがちょっと楽しみです。でそんなわけで今日はですね、ヒゲ脱毛に来てます。はい、医療レーザーでのヒゲ脱毛ですね。だいたい8年ぐらい前からもともとやってたんですけど、で最初の方にバーってやって薄くなって、結構綺麗になってケアもしやすくなって、久しぶりにちょっとメンテナンス的にヒゲ脱毛の方もやっていきたいかなと思います。やっぱりこうヒゲ剃るときに、シェーバーとかカミソリで肌がね傷んでしまうこともありますので、一つの、スキンケアとして医療レーザーやってきます。ちょっと痛いんだよね。はい、というわけでヒゲ脱毛の施術が終わりました。今日は口周りだけなので、だいたいもう時間にしたら3分ぐらいですね。で12回目とかだったので、よくね痛みについて質問あるんですけど、痛いは痛いです。麻酔クリーム塗っても痛いは痛いんですけど、慣れもあるし、綺麗なお肌が手に入るので、それに伴う痛みは大したことないと。ランナーに関わらず、男性のヒゲ脱毛は本当に時間も短縮できるし、お肌も綺麗になるし、おすすめです。ぜひ、男性の方、ヒゲ脱毛してください。シマチャンネル。はい、というわけで、今日はトレイルランナーのお肌のケアを実際にしていこうかなと思います。恥ずかしい。ちなみに、ヒゲ脱毛してから2週間ぐらい経過してます。こんな感じで、だいぶ綺麗になりました。で洗顔は実際にお風呂に入った時に一緒にやってるんですけど、今日は撮影用にお風呂入った後に洗面台で行っていきたいと思います。で今日使っていくのがこちら、バン、はい。無印のマイルドジェルクレンジング、バン、無印のマイルド洗顔保湿フォーム、はい、バン、はい、アンレーベルラボの、ビタミン C 配合の美容液になります。で洗顔後にするパックですね。はい。これ実はYouTube の視聴者さんからなんといただきました。ありがとうございます。はい。ありがたく使わせていただきます。どれにしようかな。ワクワク。無印の化粧水。さっぱりタイプ。敏感肌用。乳液も無印。高保湿タイプとなっております。こちら使います。まずは、クレンジングで。お肌の油をね少し落としていこうと思います。10円玉ぐらい落としていきます。よいしょ。クレンジングって女性がね化粧した後にするものっていう風に思われがちなんですけど、顔のね汚れを落とすのに、ね、大事だとか油を浮かすのに大事とか言われているので、男性の方もぜひやってください。この毛穴の部分とかね、お肌のツヤツヤ流します。じゃあ次は洗顔の方していきます。で洗顔の方はこちらの洗顔ネットを使ってしっかりねモコモコの泡を立てていきたいと思います。まっかまかきめ細かい泡を作ります。きめ細かい泡を作ることで顔のね汚れをしっかり落としていきます。モコモコの泡ができました。はい、基本的にはねお肌は摩擦を嫌がるので、ふんわり当てて洗っていきます。ふんわりね、もう肌に肌に触れないように
洗っていきましょうですね。よし。ああ、なんか泡に包まれて幸せです。ほんとネットで泡立てるのと立てないのじゃ全然ね感覚違いますね。で、洗顔で汚れを落とし土台を作る、洗い流しましょう。これ絵的に大丈夫かな。よし、流します。はい、洗顔後です。もうこれだけでね、割とねツヤツヤなんか生まれ変わった感じがします。これで実際お風呂出て、その後は、パックに入っていきます。じゃあ今日はこちらのパワービタミンですね、視聴者さんからもらったパワービタミンのパックを使っていきたいと思います。でさっきあのね、汚れを落として、まあ畑で言うと土を耕して、今度はまあ水やりをするということで保湿をしていきます。特にランナーさんは紫外線をねたくさん浴びるので、肌のね乾燥がとても出やすいので、しっかり保湿をしていきましょう。これ僕ね、いまだにうまくいかないよ。これうまくいく方法教えてください。なんか一発で広げる方法とかあれば教えてください。まさかね、自分がね当たり前のようにパックをするとは思わなかったですね。よっ。僕今3週間目ぐらいなんですけど、ちょっとねパックを全体に貼るのが上手くなってきた気がしますね。はい。でパックはやればやるほどいいって思われがちなんですけど、そうではなくてですね、やりすぎちゃうと逆に、お肌の水分をパックに取られちゃうので、まあ3分から5分ぐらいで剥がした方がいいそうです。で僕は貧乏症なのでここに残ってるねちょっと液を出して、ちょっとこの首周りまでね少しパックの液を塗ります。はい。めぐみさんが首まで顔って言ってたので、それを信じて首のあたりもケアしていきます。ちなみに加納姉妹は全身顔らしいです。少し待ちます。はい。チャンネル登録よろぴよ。というわけで5分ほど経ちましたので、パックを外していきたいと思います。犯人はお前だどうか。このシートを使ってこの首の辺もねちょっと塗っていきます。デコルテのラインも、これで水分がねお肌に行き渡った感じですね。水やりが終わりました。そしたらですね、この水分を閉じ込めるために化粧水と乳液を使っていきます。はい。僕はちょっとねお試しっていうところもあるし、続けていきたい美容っていうのもあるので、コスパ重視で無印のものを使っております。まず、化粧水の方を使っていきます。敏感肌用さっぱりですね。よっ。さあ、化粧水の海に溺れるぐらいピッチャピッチャとね水分をお肌に与えていきます。でもこれ僕ね本当にケア始めてから本当に乾燥がなくなりました。もうもちもちのお肌になってきました。これマジで、うん、結構自分にしかわからないと思うんですけど、もう朝起きた時とか本当に自分で肌はっはっはって確かめたくなるぐらい。そしたら乳液ですね、使っていきます。乳液プラス美容クリームがあると、その水分をしっかり閉じ込められるって閉じ込められるっていう風に言うんですけども、はい、僕はちょっと乳液だけでね今回言ってます。乳液で丁寧に丁寧に丁寧なトレランライフ、でっかでかだね。最後ですね、美容液を、塗っていきます。これやりたかった、こうやってやりたい、 YouTuber みたいにこうやってやりたい。はい。水やりして閉じ込めて、まあ、栄養を与えてあげると、お肌にとって大事なビタミン C ですね、ビタミン C を与えてあげるということでやっていきます。ほっぺたの辺のね乾燥がすごい増えたので、ちょっとここのあたりにしっかり栄養を与えていきます。であくまでね僕は素人なんで、素人だし、まあ男性の、ね、ケアっていうのもあるので、ちょっとズボラケアではあるんですけど、こんな感じでやってます。はい。で最初はベタつきとか気になるんですけど、まあこの後ね
しばらく過ごしてるうちに、まあ、肌に馴染んでいくので、で、そのまま寝てもらって、朝起きたら、あら不思議、赤ちゃん肌、水分たっぷりの赤ちゃん肌になっておりますので、こんな感じで僕がケアしてますよっていうところの今日は紹介でした。ツヤツヤでしょ、ツヤツヤ、めぐみポーズ。なんで男性ランナーこそね、紫外線も年々強くなってるし、ね、走ってなんか皮膚がんになったりとか、なんかやっぱこうね、顔がね、シミとかくすみとかシワとか乾燥はできるのもね、ちょっと残念だなと思いますので、ぜひ男性ランナーもケアしてみてください。シマチャンネル、うん、おはようございます。ね、もう肌のケアをして一番の変化を感じるのは次の日の朝、思わず触りたくなるようなもちもちの肌に仕上がっております。朝からもちもちの肌を触って自己肯定感爆上がり間違いなし。というわけで、こんな朝一のね、しばちゃんで申し訳ないですけど、お肌のケア頑張っていきましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価応援よろしくお願いします。